ラ、ラーとは、ファイルの圧縮とアーカイブを行うソフトウェアの一つ。また、圧縮ファイルの形式は、その拡張子から LZH と呼ばれる。ここでは、LZH 形式についても述べる。ラは、奥村春彦が考案したアルゴリズムをもとに、吉崎春康が実装したもので、1988年にパソコン通信で公開した。登場当時はという名前で、 1990年頃に全面的に作り直したのに合わせ、ラに解消した。当初は LH に解消の予定で、実際にバージョン2.00は LH として公開したが、MS DOS バージョン5.0の内部コマンドロードハイの略称、LH と覆ったため、ラとした。ごく初期には LHX、ラという名称、表記だった。発音は初期バージョンでは、 ラオ、ラーとすると作者による説明があったが、後期バージョンでは、その説明はない。また、ロアとの混同を避けるためにも、LHA、ルハー、エルハ等といった発音が大勢である。LZH 形式の圧縮アルゴリズムは、LZSS 法で圧縮したデータをさらに、ハフマン法を用いて圧縮するルズフアルゴリズムを、用いる。ルズフは、奥村春彦のローザリ。 l z s s 三実符号の効率を向上する目に吉崎春康が考案したものである。l z s s 法ではスライド窓や最大一致長を大きく取るほどに圧縮率の向上が見込めるが一方で無闇に大きくすると最長一致列の探索に時間がかかりまた多くのメモリも必要になる。このため初期の版ではスライド窓や 最大一致長の大きさは小さく取られていたが、探索アルゴリズムの改良やコンピュータの性能向上などにより、次第に大きな値が採用されるようになった。LZH 圧縮形式は大きく、LH0、LH1、LH4、5、6、7に分けられる。圧縮率を高めた LH6、7方式が公開されているが、開発途中ということで、 同形式を使ったファイルの配布は推奨されていない。LH0 形式は一切の圧縮を行わない。可逆圧縮では圧縮前よりも圧縮後のデータの方がサイズが大きくなる場合があり、LH0 形式はそれを避けるために使用される。ユーザーが意図してこの形式を使う場合はファイルの破損のチェックに使ったり複数のファイルをまとめるだけのアーカイバとして利用される。 LH1 形式のスライド窓の大きさは 4K バイト、最大一長は60バイト。文字と一長は動的ハフマン法で符号化されるが、一々はハフマン法を用いずに符号化される。ラーク 1X ではこの形式。各形式はスライド窓の大きさのみが異なり、それぞれ 4K、8K、32K、64K バイトである。 最大一致帳は256バイト。圧縮データの展開速度の向上を目的として、符号化が LH1 形式の動的ハフマン法から静的ハフマン法に変更されている。また、一致一も文字一致帳とは別にハフマン法で符号化される。マクラ Q、マクルハークはマッキントッシュのファイルシステム上のファイルをラ形式で圧縮する。 フリーソフトとして、石崎一命によって開発され配布されたフリーウェア。当時一般的であった他のアーカイバ、スタファット及びコンパクトプロは、シェアウェアであったり、クロスプラットフォームでなかったりしたため、国内では広く使われた。基本圧縮アルゴリズムは、MSOS 用のラと同じだが、MacOS のファイルシステムで使用される、リソースフォークを含んだ状態で圧縮するために、 マクバインディ形式にエンコードするという機能が加えれている。このため、マクラの圧縮ファイルは MS DOS や Windows 上のらおよび互換ソフトでは正常に展開することができない。また、ソフトウェア次第では Mac で回答してもマクバインディ形式のファイルが出てくるという事態も起こる。実際、スタッファットエキスパンダーで回答を行った場合は、マクバインディをデコードしないため混乱しユーザーは多い。 この場合、出てきたファイルを再度スタファットエキスパンダーに通せば、MacBindy がデコードされる。この回避策として、MacBindy に変換せずに圧縮するオプションが付随しているが、この方法で圧縮した場合、逆に回答時に MacOS ではファイル識別ができない状態になる。それが実行ファイルであった場合、正常に起動できなくなる場合もある。これを防ぐため、 バージョンによっては、このオプションを有効にして、リソースフォークを含むファイルを追加しようとると、MacBindy で保存するか、データフォークのみ保存するか、リソースフォークとファインダー情報は失われる、処理を中止するかの選択を流すダイアログが表示される。だと、LZH 形式は、1988年の登場以来、パソコン通信やフロッピーディスクでのデータやり取りが、 主流の時代に重宝されて、MS DOS のみならず各種の OS に移植されて発展を続けた。ZIP 形式アーカイブを作成するためのプクシップが有料のシェアウェア、展開用のプカンプはフリーソフトウェアであっただったこともあり、日本国内は元より海外でも広く使われるようにな。例えば、イドソフトウェアの初期のゲームであるドゥームとクエイクの インストーラの圧縮形式として採用されている。1990年代にハードディスクやインターネットが広く普及する時代となっても、日本国内では事実上のデータ圧縮の標準的な形式として浸透していた。海外でらが標準的な圧縮形式として普及したケースとしては、アミーガがある。MS DOS の後継 OS である Windows への対応としては、1995年に、 ニフティサーブ上でバージョン3.0に向けたテスト版の位置づけでバージョン2.67が公開されたが作者である吉崎春康の本業、医師が忙しくなったためなのかその後のバージョンアップ版は公開されておらず、ら並びに LZH 形式の開発は事実上停止状態にある。このため Windows ではすでに公開されているソースコードや仕様をもとに 他の人物が開発したアプリケーションアンラ 32DLL ローハプラスラサラカなどによって LZH 形式の圧縮点が行われたバージョン2.67は EXC 形式として提供されたが正式バージョンである3.0ではエンジン部分のみを DLL として提供する構想だった結果的にその役割は 二個作のアンダ三 32DLL が担うことになる。21世紀に入った頃からは、他の形式の方が圧縮率で上回ることが多くなったほか、ファイル名にユニコードが含まれたデータを扱えないこと、暗号化機能がないなど、不便さが目立ちつつある。また、ZIP 形式の圧縮復元機能が、MacOS 10や Windows 目及び Windows XP 以降に、 内蔵されたことにより、特に理由がない限り圧縮形式としては、ZIP が使われることが多くなっている。ただし、LZH アーカイブを展開する需要は、既存のアーカイブ、特に日本産オンラインソフトウェアの展開など依然、存在している。このため、Windows XP の Web サービスを使用して、適切なプログラムを探す機能では、LZH によるものが常に最多だったという。 それを受けて、マイクロソフト社は、LZH 展開アドオン、マイクロソフト圧縮フォルダ、Windows XP および Windows Server2003 用を正式に配布し、日本語版の Windows 7では、ZIP 形式と同様に圧縮フォルダとして利用できるようになった。ただし、いずれも LZH 形式での圧縮機能は、搭載されておらず、圧縮には別途ソフトが必要となる。また、 ウィンドア、PZAP、セブンジップなどの海外製のアーカイブツールでも LZH に対しては回答のみ対応している場合が多い。日本ではアーカイブから中のファイルを取り出したり圧縮データを展開、新調すること、大抵の人が識別できず混同しているを回答をと呼ぶことが多いが、これは、ナのマニュアルを通して広まったという面がある。 当時のパソコン通信に参加した人数はそれほど多くなかったが、らはフリーソフト等を使うために必須のツールとなったため、雑誌の付録ディスクなどを通して多くの人が入手したツールとなったことから、アーカイブへの格納、同時に圧縮するかもしれないは、凍結と呼んでいる。なお、英語メッセージも同様にメルトとフリーズとなっている。らの開発にも関わっている。 奥村春彦によれば、この意味の回答という表現自体は、なより古くからパソコン通信で広く使われていた。対応ツールの一つであるアンダ 32DLL の作者は、アンチウイルスソフトの多くが一部の LZH アーカイブを正しく検疫できなことを2006年に発見し、情報処理推進機構や核、セキュリティベンダーに報告した。 しかし ZIP や CAB といった他の形式では同様のケースに対応しているのに LZH については4年後の2010年になも対応が進まないことから6月5日に LZH 形式の利用を控えるよう呼びかけを行っている。これを受けてベクターが LZH 形式での新規受付を中止している。この問題はラおよび LZH 形式そのものの脆弱性ではない。問題点は、アンチウイルスソフトが対応しない点であるものの、LZH 形式に含まれる、マルウェアをアンチウイルスソフトが検出できない、巣が存在するため、注意が必要となる。日本語版、Windows 7から標準搭載されるようになった LZH の展開機能は引き続き、Windows 1 2も標準搭載されたが、 2017年4月にリリースされた Windows 10 Creators Update 以降、この機能は削除されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。